お待たせしました、ロジー。絵本の続きが見つかりました。あ、見つかりましたか。続きはどうなってるんですか。それが見つけたのは良いのですが、かなり後半の部分しか発見できませんでした。大冒険を終えてハチドリ姫が故郷に帰ってくると。そうですか。まあ古い絵本みたいだし、探すのも大変ですよね。では少し早いですが、結末を先に読んでしまいますか。なんか一番損する読み方な気がするな。でもないんじゃ仕方ないか。お願いします。了解しました。少々お待ちください。それでは始めます。ハチドリ姫の大冒険その9。大冒険を終えて故郷に帰ってきたハチドリ姫、果たして畑を元気にすることはできたのでしょうか。帰ってきたハチドリ姫は町の人たちに言いました。旅に出てたくさん勉強したわ。これだけ道具があったら畑もきっと元気になるわよ。ハチドリ姫は旅の途中で作ったたくさんの道具を使って畑を助けようとしました。でもなぜか畑はどんどん痩せていってしまいます。本で勉強して作った道具もあまり効果がありません。そんなことは何でもわかるハチドリ姫にとって初めてのことでした。どうしてなの。わからない。私にはわからないわ。そこへ帽子の女の子がやってきました。その手にはハチドリ姫からもらったジョウロがあります。ごめんなさいハチドリ姫、私にはわからなかったの。何がわからなかったの。ハチドリ姫が帰ってくるまでずっとジョウロで水をあげて畑を働かせてしまったの。だから畑はとてもクタクタ。もうこのジョウロを使っても畑は元通りにならないわ。ハチドリ姫が町を見渡すと、みんなハチドリ姫のジョウロと同じものを使っていました。その時ハチドリ姫は気づいたのです。最初に畑に元気がなくなったのはちょっと疲れていただけだったのだと。ハチドリ姫はジョウロを使うのをやめるように言いました。でもみんなはそれを手放しません。もうやめて、畑を休ませてあげて。もうジョウロを使っちゃダメなの。ハチドリ姫が頑張って説明してもみんなジョウロを使ってしまいます。なぜならそのジョウロはとても便利だったから。もう誰も普通にお野菜が育てられないのです。ハチドリ姫は一人で泣き出してしまいました。とても簡単なことなのに、みんなどうして分かってくれないの。どうしてなの。分からない。私には分からないわ。ここまでです。いかがでしたか。ずいぶん暗い話ですね。教訓にしたって救いが全くないのも変わってます。やはりそう思いますか。すみません、絵本の書き方はあまりよくわからなかったので。え、書き方って。その絵本は私が昔エスカに読ませるために作ったものなのです。あ、クローネさんが書いたんですか。こんなこともできるんですね。なんとかできたというだけで完成度はあまり高くありませんが。
いやいや、そんなことないですよ。これって錬金術の話なんですかね。みんなで使いすぎると畑が疲れるか。理屈が合ってるかはともかく、面白い話だと俺は思いますよ。あらあら、褒めても何も出ませんよ。エスカも大泣きさせてしまったような絵本ですから。過去の記録に少々手を加えただけです。それほど技術的に複雑なことはしてません。ん？過去の記録って、以前にも似たようなことがあったんですか？いえ、記録が残っていたというだけで詳細は分かりません。それでは仕事に戻りますね。失礼します。あ、はい。わざわざ探してくれてありがとうございました。ただの作り話だと思ってたけど、記録に手を加えただけか。気になるけど、あんまり話したくなさそうだったよな。詳しく聞くのはやめておくか。